歌って踊ってパックンマーチ。これマリオワンダの1の2だよね。はーいって書いてある。おしゃべりフラワーかな。おしゃべりフラワー、あ、これワンダフォーでしょ、これ。ワンダフォー、わ、すごっ。これ演出すごっ。音楽が、まさか歌うの、歌っちゃうの。作動するってこと、わ、すごっ。一度二のあの、あ、すごい。わ、いいっすやば。そうそう、こんな感じ、こんな感じ。わ、いや、音楽もすごいし、演出がやばいな。そうそう、こんな感じでパックが動くんでね。あ、影子のクリボーがいる。すごっ。いや、これクオリティ高すぎない、これ。これ再現度めちゃくちゃやばいんだけど。てて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 、わ、すげえ。わ、これはすごいな。これは感動するクオリティだね。あ、そしてあの音楽のさ、床とかあったよね。よいしょ。さあ、それでワンダーが終わって、あ、ワンダーが終わって、夢の世界が終わって、ワンダポー、これで終わりと。いや、これクオリティやば。いや、しかもこの職人さんね、アーダーさんっていう、あの僕のまあ最推し職人の一人なんですが、あのね、前にあのアンダーテイルのすごいあの再現度が高いコース出したりとかさ、あの元々すごい好きな方だったんだけど、いや、まさかのワンダーの再現を出してくれたわ。いや、これは、いや、これはやっぱりすごかった。相変わらず久しぶりのコースでもやっぱりクオリティが高かったアーダーさん、やっぱり僕はあなたの推しです。え、あなたの推しです、逆になってる。はい、ということで、皆さんもね、よければ歌って踊ってパックマーチ、いや、演出がめちゃめちゃすごかった。皆さんもよければ遊んでみてください。ヘビムシのモフモフ鉱山。ヘビムシって言ったらマリオワンダーの氷を溶かすこいつ。こいつよ、こいつ。実際はさ、なんかあの、パンチしながらさ、そのあの、なんかポケモンで言う耐冷つみたいな、あんな感じのやつなんだけど、いや、これ、再現度がすごいし、この再現度仕方が面白いよね。このサンボの頭だけを使って、後ろにこうバブルをつけることで、このバブルで、あの、氷を溶かすことができると。いや、アイディアがめちゃめちゃ面白い。さあ、それでは進んでいきましょう。さあ、こっちに当たらないように、ヘビムシに当たらないように逃げて逃げて。あれ、ここは？あー、あと、ヘビムシが溶かしてくれる。ありがとう。これ下に行ったらなんか、あー、危ない危ない。これ以上下はないよね。ということは、ここで、花ちゃんを産んで上に行く。あ、これでも左上なんかあるでしょ？左上。ここ。あ、ほら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 。いや、こういうところにちゃんとボーナスがあるのすごく好き。でもね、ヘビムシを避けて、いや、再現度がめちゃめちゃ、めちゃめちゃ高い。これはどっちに行ったらいいかな？あー、こっちっぽいな。これなんか、これ、ワンダーフラワーかな、これ。あ、そうっぽいね、多分。ワンダッポーってことで、ワンダーフラワーで、だよね、だよね。ワンダーフラワーでこちら行きましょうと。これはなんだ、これは。よいしょ。あ、キノコゲット。キノコゲットして。あ、だからこの、ゆらゆらを使って、ワンダーフラワー感を出してるんだ。いや、これはすごい。いや、これは確かにワンダー感すごい出てるよ。すごい出てる。ここ、1回。あ、2回くらいタッチできないかな、1回で。多分この右の P を持ってくるんだよね。右の P を多分持ってくるんだけど、2回くらいできないな。下がコンペアなことによって、1回しかできなくなってる。うまいことできてるな、これ。もう1回、ドン。あー！ミスっちゃった。いや、このゆらゆらさ、このゆらゆらなんか、あの、不快に感じたことしかあんまりないんだけど、あー、ちょっと何やってんの。いや、このゆらゆら、あの、不快に感じたことしかあんまりないんだけどさ。いや、これはよくできてるね、ほんとによくできてる。これはだから P をここで踏んでやれば、こちらに行けるのかな？こちらに行けると。
OK、で50コインをゲットして、これ進めないけどどうすんな、これ進めないとどうすんの、ボムでも出るのか、え、あれ、あ、違う違う違う、こっちに入るのか、あ、そういうことか、ワンダッポーってことで戻ってきた。多分こっちはさっきのところをそのまま進んだところだよね。ということで、どんどん進んでいきましょっと。よいしょ。さあ、ヘビムシちゃん、真ん中のアイテムちょうだい。なにこれ、キノコをゲット。これは上に上がっていって、危ないわ、ばばばば。これで往復切り替える。上の方はなんかないかな、なんもなさそうか、さすがに。さすがにここはさすがになんもない。あー、てか、いけないか、いけないね。じゃあ、右下だ。右下に行って、おー、あ、ヘビムシと、待って、危ないジュニアとの同時攻撃、あ、しかもこれ、向きが変わるのすごいな。右回り、左回り。真ん中のレールを開けておくことによって、右回りと左回りが変わるんだ。わ、これは面白い。あー、待って、死にたくないよ。死にたくないよ。ここ、オッケー、これでか、ゲット。おお、なにこれ、あー、ワンダーパワーかな。ワンダッポー。さあ、ジュニアがワンダーパワーで、おーっと、ワンダーが発動しそう。あ、なるほど、なるほど。待って、わー、待って、痛いワンダーパワーで受けるようになったってこと、そういうことだね、多分。あ、ちょ。多分そういうことだ。よいしょ。危ない。よいしょ。踏んで、あと一回。待てよ、落ち着いて。いや、ワンダー感すごい出てるね。すごい出てる、ワンダー感が。オッケー、危ない。なんとかいけました。さあ、鍵ゲット。すると、あー、ジュニアさんがやられて、わーって。さあ、これで、無事に、クリアができましたと。グランドシードこれだけとかな、これはこれ何、おしゃべりフラワーかな、うわー、どこに行くの、はい、ということで、これでクリアと、ワンダッポー、はい、ということで、皆さんも良ければ、ヘビムシのね、再現コース、ヘビムシのモフモフ鉱山、遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。